メトロポリタン歌劇場。メトロポリタン歌劇場は、アメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン区のリンカーンセンター内にある、世界最大級アメリカ随一のオペラハウスである。メトロポリタンオペラカンパニーの本拠地であり、キャストや装置の豪華さで名高い。メトロポリタンオペラアソシエーションにより運営されている。しばしばメトと呼ばれる。 1883年10月23日に、竣工した最初のメトロポリタン歌劇場の建物は、ブロードウェイ39丁目から40丁目にかけて建てられた。この建物は、J. クリーブランドキャディが設計したもので、1892年8月27日に、火災に見舞われたが大規模な修復を経て1966年に、現在のリンカーンセンターに移転するまで使用された。 旧劇場は歴史的建造物として認められず1967年に解体された。舞台芸術の殿堂として知られるリンカーンセンターの現劇場は建築家ウォレス・ハリソンが設計したものである。公式開業より前の1966年4月11日、初めてこの新劇場で上演されたのはジャコモプッチーニ作の西部の娘であった。 シンメトは1966年9月16日、バーバーのアントニーとクレオパトラの世界初演でコケラ落としを行った。創立後1年間は全演目イタリアオペラ、翌年は同じくドイツオペラ、続く5年間は全演目をドイツ語上演、続いてはイタリア語に切り替えるなど、上演形態はかなり迷走が続いた。その後、英訳上演が定着したが、 戦後の言語上演主流化に伴って、これに習い、音楽監督不在も解消。長年弱体と言われたオーケストラも、技術的に向上し、全米を代表するのみならず、欧州一流化劇場に被験する存在感を高めた。特に、セットやゲスト歌手の豪華さでは、定評がある。メトオペラカンパニーのオフシーズン中は、アメリカンバレーシアターの春季公演のホームとして、使われる。 また、キーロフ・バレエ、ボリ・ショイ、およびスカラ・ザ・カンパニーなど著名なオペラ及びバレエ・カンパニーのツアー公演を定期的にホストする。ウラギ・ミール・ホロビッツ、キャスリーン・バトルおよびその他のパフォーマーのリサイタルも行われる。1976年にはフィリップ・グラスのアインシュタイン・オン・ザ・ビーチが単独で上演された。オペラやバレエ以外のパフォーマンスも上演されることがある。 1986年7月8日、アメリカンバレーシアターとパリオペラバレーの資金集めのための特別記念の合同公演が初めて行われた。8月9日及び10日には、コメディアンのロビン・ウィリアムズによる公演が行われ、HBO で放送され、ロビン・ウィリアムズ・ライブ・アット・ザ・メットというタイトルで CD 化された。10月19日には、ヘルベルト・フォン・カラヤンと、 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の北米ツアー際に招待公演が行われた。メトオペラのラジオ、テレビ、インターネットによる定期放送以外にも、当劇場の公演がテレビ番組として放送されることもある。1975年には、ダニー・ケイ・エス・ルック・イン・アット・ザ・メトロポリタム・オペラが、1976年には、シルズ・バーネット・アット・ザ・メットが、 CBS で放送された。1999年と2001年には MTV ビデオミュージックアワーズがこの劇場で公演された。建物は白いトラバーチン大遺跡で覆われ、東のファザードは5つのアーチで飾られている。ロビーにはシャガールに移植した2つの壁画が展示される。また、アリスティド・マイオールとビルヘルム・レーム・ブルックによる彫刻や 目との著名なパフォーマーたちの肖像画が飾られている。劇場の収容人数は約3800席と195名の立ち見、合計3995名である。黄金色のプロセニアムは幅、高さとも約16メートルある。ドンチョは特注でおられた禁止入のダマスクで世界最大のタブカーテンである。高度に機械化された。 メトロポリタン歌劇場の舞台は7枚の18メートル幅の2層式、迫り、3枚のスライディングステージを持ち、奥舞台には18メートル系の盆も備える。舞台図上への吊り上げ用203機の電動吊り物バトンを持つ。ホリゾントは高さ30メートルで舞台奥を全面、覆っている。こうした舞台装置すべてを駆使することにより、 メトロポリタン歌劇場が有する膨大なレパートリーから毎晩異なる演目を上演することができる。メトの舞台の背景画は非常に大きくかつ緻密に描かれている。メトは公演を生放送することでも世界的に知られる。最初の放送は1931年12月25日、フンパーディンク作曲のヘンゼルとグレーテルの公演のラジオ放送であった。 有名な土曜午後のテキサコ社の提供する放送番組テキサコスターシアターは1940年12月7日にモーツァルト・ダポンテのフィガロの結婚の公演で始まったテキサコがシェブロンと合併したシェブロンテキサコは2004年4月にスポンサーを降りたが目とは少なくとも2005年いっぱいは放送を続ける財源を確保している70年間の放送史上 アナウンサーを担当したのは、ミルトン・クロス、ピーター・アレン、ロイド・モスのわずか3人である。2006年から、オペラ公演を、世界中の映画館に、ライブ中継する、ライブイン HD が毎年10回程度行われており、日本ではライブではないが数週間遅れで、小畜系の映画館で、メットライブビューイングの名称で上映されている。ありがとうございます。